は熊谷駅周辺に位置し、熊谷の玄関口となっています。熊谷内輪祭は江戸中期の1750年、寛永3年に各地区ごとに行っていた祭りを町内統一の祭りにする両親所が選出され、町内全体の祭りとなり、現在の形態が作られました。内輪祭りの伝承の由来は、明治35年頃、両親千秋楼の主人が老舗馬船から四分器を借りて、熊谷の祭礼で配り始めたことが発端となり、この器が興行を果てし、その後各商店などでも野望を記した器を出したため、買い物は熊谷内輪祭りの日と言われるようになり、今日関東一の気温として発展しております。今年も例年通り7月20日、21日、22日の日程で事故で取り行われました。今日つくば区は平成29年に現場を務めさせていただきました。そして私の上段の方膜、白鳥の図、波乱三方膜、清流の図、また、出汁の人形は、大和の日の御事になっております。大和の日の御事と、龍の護衛により、昨年に続き、奉納させていただきました。引き上げを担当する、昭和宇宙は、優勢的な仲間が集まった小人数の流派です。意見交換をしながら技術向上を目指しています。ご縁があり、熊谷内輪祭り9月の優勢製造に携わることができました。より良い優勢を上げられるよう努力していきます。昭和宇宙の流星は、矢倉からのスタートが早く、昇流後、2つの月花火と空かさを放ち、九月の清流のごとく、矢柄より円形を出しながら降りてまいります。それでは、お待たせしました。昭和宇宙による九月清流の前です。昭和宇宙の皆さん、お願いします。
の手席には大和の天皇のこと掲げております。大和の天皇のこととこの福神社のご縁により、今年も皆様の幸せを祈願いたしまして、聖人を奉納させていただきます。それでは講座をよろしくお願いします。Thank you.